どうした春雪くん。この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、この世界に存在するエネミーはブレインバーストほど強すぎる設定がされているわけではない。もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目が追加されてるな。これはブレインバースト側のパラメーターなのか。はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要になる。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、レベルアップに至るまで全てバーストポイントが要求されるのだ。基本的には対人戦で貯めていくのだが、エネミー、いわゆるザコモンスターを倒すことでもバーストポイントは手に入る。ただしブレインバースト上に登場するザコはとてもザコとは言えない強さなんだよな。ああ、攻略することを前提としていないような、そんな奴らも多い。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ？なんかこのステータス見ると私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジしたとか。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せるからな。このスバルトエリアに発生してる異常事態を踏まえて、黒雪たち別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。うん、失うっていうのはどういうことだ。バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い、二度とあの世界にはダイブできなくなる。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失って二度と。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。 ALO と異なり一般的に周知された世界ではないのだ。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は今と全然事情が違うんですね。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によってブレインバーストについての記憶全てを失ってしまったのを。ちなみにクロートロータスはナーブギアって言葉は知ってるか？はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから、思う存分利用させてもらおう。ああ、そうしておくといいさ。キーボアルゴ、やっぱり残ってたか。当たり前だ。こんな状況で「はいそうですか」とログアウトしてるようじゃ情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいなキーボ。手伝ってやりたいのは山々だが、俺っちも今は情報の収集に忙しいんだ。ああ、分かってるよ。一
段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ。希望、頑張れよ。で、メタトロンはブレインバーストではエネミーの最高位の存在ってことでいいのか？エネミーではありません。ビーイングです。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たちが束になってもかなうような相手ではないんですよ。ブレインバーストのとあるエリアのラスボスだからな。なるほど、かなり高レベルな AI、 あ、いや、知能を持っているわけだな。当然です。私はハイエストレベルに達するもの。お前たちよりもはるか高次元の存在なのですよ。じゃあさ、メタトロン、この世界に起きてることや僕らが過去の仮想世界に来ちゃったこと説明できる？今はまだ調査中です。説明に至るには情報が足りません。そうだな、今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言っても転移門が正常に動いてないし、行ける場所にも限りがあるわ。あのシリカ、どうした？私、今日リーファさんとシノーさんと一緒にいたんですけど、途中ではぐれちゃったんだよね。はい。でも、はぐれたというよりも少し二人と離れちゃったなと思いながら飛んでたら、突然空間に障壁みたいなものが作られちゃって二人の方に行けなくなっちゃったんです。ひょっとしたら二人とも町に戻ってるかもって思ったんですけど。そんな様子もなかったな。二人はきっと障壁に阻まれて戻れなくなってるんだと思います。転移門で行ける場所が減ったことや今回の異変と関係あるんでしょうね。じゃあさ、その障壁ってやつのあたりまで行ってみようよ。ああ、そうしよう。シリカ、案内してくれるか？これじゃあお手上げね。この障壁は壊せない。抜け道もない。町にも戻れないとくればもうログアウトするしかないじゃない。でも絶対にお兄ちゃんたちはまだログアウトしてないって思うんです。だから私、ギリギリまで調べてみようかなって。それは私も同意見だわ。またこんな異常事態に巻き込まれて、あのキリトがおとなしく身を引くなんて考えられないもの。確かに。なんだか目に浮かぶよね。まあでも、行ける場所に制限がかかるだけなら、まだ警備のエラーってことで納得もできるんですけど、この変わり始めた景観、一体何なんですかね。不思議な空の色ね。綺麗だけどどこか不気味だわ。天変地異が起こり、美しい黒妖精の大地スバルトエリアが見たこともない景色に変わってしまった。おそらくこれで終わりとはならないでしょうね。何が始まるんでしょうか。さあね。だから私たちやどこかのゲーマーがこうやって調べてるんじゃない？そうですね。さ、もう少し探索を続けるわよ。はい。変わったモンスターが混ざってるわ。はい、他のやつと似てますが、パラメータが強化されてるみたいです。今までいなかったタイプですね。今回の異常事態の影響かしら。
任せて。これでも食らいなさい。そこよ。ひゃっ。ひゃっ。これでも食らいなさい。ひゃっ。手加減はしないよ。へい。この。これでも食らいなさい。これで仕留めるな。とどめすぎ。これでも食らいなさい。これでも食らいなさい。これで仕留めるな。呼ぶ声ですね。だいぶ離れた場所だと思います。あ、本当のようね。確かにあの距離じゃ耳のいいシリフじゃなきゃ聞き取れないわ。妖精が急いでこっちに向かって飛んでくる。逆に私にはそれがまだ見えませんよ。さすがは士族の中で一番視力のいいケットシーですね。お互いうまく長所を生かしてるって感じね。
したの？モンスターにでも襲われたの？なんか見たこともない機械の体のやつが2体突然現れて、絶対に敵だと思って攻撃したらとてつもない威力で反撃されたんだ。片方が空からもう片方を抱えて飛んできて、仲間を手放したと思いきや、あっという間に辺りは火の海だ。まるでナパーム弾でも撃ち込まれたみたいだった。あんな敵モブ見たことねえ。とにかくあいつらは凶悪なんだ。絶対に新しい敵モブに決まってる。 あんたたちもさっさと逃げた方がいい。話を聞いても全然ピンときませんね。気になるわね。行って確かめてみましょう。奴ら見たことない。どうします？どう見ても妖精アバターじゃないわね。近くにいるプレイヤーを自動で襲うタイプのモブかしら。向こうは臨戦態勢って感じね。とりあえずは先手必勝よ。このゲイルスラスターは宇宙船用に作られた強化男性なのだから。この女だよ。手加減はしないよ。まだだよ。キャー、これで仕留めるわ。新顔のお出ましね。完全に無勢だわ。メイ、私の言いたいことがあった。一時休憩、妖精さんたちのリードをこれで仕留めよ。こちらに任せるのです。今は物を知らせるのです。
に風の隙間が少し。あなたたちが悪い妖精さんでも何よりって、あの虫さんを倒したら、その後で少しお話ししましょう。気分？こっちもそれを考えるよ。これでも食らいなさい。これで仕留めるわ。とどめよ。障壁解除のキーだったんでしょうか。今の凶悪な敵を倒せないとどこにも行けないなんて、ずいぶんひどい仕様よね。アップデミスじゃないかしら。そうですね。さて、それじゃ少し話しましょうか。え、そうね。でもその前にここを解除して。えの、わあ、機械の人がいきなり美人さんになった。クーニー、ういうい、こちらを理解してもらうためにはまず敵意のないことを示さないと。ここは加速世界ではなさそうだし、リアル我よりも目先の信頼を優先しましょう。そう、これは裸の付き合いというやつですよ。別にその格好は裸じゃないのです。まあまあ、細かいことはいいから、あなたも早くアバターチェンジしなさい。あ、はい、なのです。いやー、かわいい幼女だ。うぅ、何やら恥ずかしいのです。私はフーコ、そしてこの子はウタイです。可愛らしい妖精さんたち、よろしくお願いしますね。リファ、武器をストレージにしまいましょう。え？シノンさん、でも。向こうが武装解除してくれたのなら、こちらもその意思を組まないと。そうですね、わかりました。これでお互い腹を割って語り合えますね。そうね。じゃあどこから話したものかしら。どうして突然障壁がなくなったんでしょうか。誰かがフラグを解放したとか。まあそう考えるのが適切だよな。ギミック解除で新しいエリアが解放されるのがゲームのセオリーだし。師匠と篠宮さんもいますよ。ああ、二人とも無事でよかった。あ、お兄ちゃん
舞台。やはり来てくれたんだな。あなたたち本当にひどいわ。どうして一緒に行くとか考えないのですか？そうなのです。メッセージだけ残して先に出かけるなんて水草にも程があるのです。すまない。でも仕方がないだろ。ちなみに他のみんなは？ちゃんと連れてきてますよ。私が一人ずつ抱えて飛んで、あの影に向かってポーンと落としてね。ポーンと。ただみんなチリチリになってしまったのです。幸い私はフーネーと合流できましたが。お兄ちゃん、これどういうこと？とりあえず町に戻ろうぜ。いろいろと情報共有しておきたい。人の名前が何種類か飛び交ってるが、そろそろその辺の説明も欲しいところだな。そうね。あの人たちリアルネームを織り交ぜて喋ってるのよね。本来のネトゲマナーだと考えられないよね。その辺の常識も時間が経つと変わっていくんですかね。そういう意味ではアスナは時代を先取りしてる感じだね。私って一体。